前回のビデオでは編集したシーケンスのアップスケーリングの方法についてご紹介しました。4分の1でディベイヤーしたシーケンスでレッドメディアをアンリンクしシーケンス自体を2分の1ディベイヤーにリフォーマットそして2分の1ディベイヤーしたレッドメディアをシーケンスにリリンクするというフローでした。 ステップバイステップで見てきましたけれどもこれは編集と基本的なタイイムラインンフフェククトのみののみシーーーケンスに関してのワークフローですこのビデオではさらにコネクト FX でのコンポジットを適用したシーケンスのアップスケーリングについてご紹介していきたいと思います。 そんなに面倒くさいというわけではありませんがすでに4分の1のディベイアリングでコネクト f x を組んでいてアップスケーリングしたいという場合には考慮しておくべき点がいくつかあります ConnectFX のノードのほとんどは解像度フリーですのでノード自体がシーケンスとは個別に設定を持っています例えばアクションのようなノードは解像度が自動的に変更されませんではどうするのかということですけれども手動で決める必要があります 他にもロトスコーピング用の G マスクノードのようにスケールアップされずに手動で調整する必要があるものもありますそして最後に異なった解像度のソースがコネクト FX でミックスして使われている場合ですねそれらはシーケンスをリフォーマットした時にアップスケールされます手動での調整は必要になってきますがそんなに多くない場合もあります こちらの例を見てみましょう。ここに1 4分の1ディベイヤーの解像度を使ったシーケンスがあります。セグメントには ConnectFX も適用されてますので、ConnectFX のエディターに入ってみると、いくつかのセクションで構成されています。最初に Sky のバックプレート。これは JPEG の 3K×2K の解像度。それから1 4分の1ディベイヤーした RedMedia。シーケンスと同じ解像度。 アクションノードを選択してノードプリファレンスを見てみるとレンダリングタブの下にアクションの解像度の設定がありますのでシーケンスと同じ4分の1リベイヤーの解像度に設定されているのがお分かりいただけるかと思います。最後に注意しておきたいのがグリーンスクリーンイメージに適用したマスクについてです。 アクションメディアメニューに切り替えてキーヤーの項目に MK と表示されているのでこれをダブルクリックしてモジュラーキーヤーに入ります G マスクノードを選択して F1 キーを押すとグリーンスクリーンプレートが見れますのでこれでマスクが正しく実際のフレームサイズに設定されているか確認できます今ポイントした箇所がコネクト FX を適用したシーケンスについてアップスケーリングする際に注意すべき点になります では実際にやってみましょうエグジットしてシーケンスに戻りますバックアップ用にシーケンスを複製しておきますメディアライブラリでシーケンスを選択してコマンド D ですね2分の1ディベイアにリネームダブルクリックでタイムラインビューに新しいシーケンスを開きますビデオトラックを選択右クリックでポップアップメニューからメディアのアンリンクですね メディアハブに切り替えてレッドメディアファイルをダブルクリックディベイヤリングの設定が前回の設定のままになっているので2分の1の設定になっていますこのままでいいでしょうメディアライブラリでシーケンスを選択右クリックでリフォーマット 再度高さと幅の設定をチェックしてレッドメディアの1 2分の1ディベイヤーの設定になってますのでこれでリフォーマットをかけます1 1ーーから1 2ディベイヤーにシケケンススがアップスケールされましたでは今度はコンフォームのタブですねコンフォームのリストでオーディオは OK ですけれどもビデオクリップが NG の状態です最初にレッドメディアに関して次に JPEG についてやってみたいと思います セッットサーーチロケーションをクリックリメディアはこれらのファイルの一つですがこの中からあったものをスモークがスキャンしてくれますどれか1つのクリップをダブルクリックしてプレイヤーで1 2分の1リベイヤーの改造度になっているか確認しておきましょうこれで OK なのでリリンク用のフォルダーとしてこのフォルダーを選択してセットをクリックコンフォームリストではレッドメディアが見つかって JPEG が NG のままです スカイはどこにあるか分かっているので他の場所からサーチすることもできますがここではすでにプロジェクトで使用されていますのでメディアライブラリーの JPEG があるフォルダを開いて JPEG をコンフォームメディアリストの中にドラッグして入れてあげますこれでリリンク用にマッチしてくれます OK になりましたねメディアがプロジェクトにすでに取り込んだものもそうでない場所にあってもメディアにリンクすることができます エントリーのどれかを選択して右クリックでリンクマッチドソースでリリンクしますタイムラインタブに戻りましょうビューアではアンレンダードフレームの表示になっているのがわかりますではセグメントを選択してコネクト EX に入りますレッドメディアを見てみると正しくアップスケーリングされてますしスカイの方も1 2分の1ディベイヤーの解像度にアップスケールされています これは望む望まないがあると思いますけれども JPEG のオリジナルの解像度に戻すにはメディアライブラリーからスカイクリップを選択してドラッグでアップスケーリングしたソースノードの上にドロップします。これでリプレイスされますので元のオリジナルサイズになります。 次にアクションノードを選択してリザルトビューもアップデートされますね。ここでマスクがグリーンスクリーンのサイズの半分になっているのにお気づきいただけるかと思います。これはリフォーマットでマスクがアップスケールされてないからです。これ修正しましょう。アクションのメディアリストのメニューに切り替えて MK のモジュラーキーヤーに入っていきます。 Alt プラス2で2アップビューにしておきましょう。G マスク濃度を見てみると、マスクがスケールされずそのままになっているので、2倍にしてあげる必要があります。ムジラキーアのスケマティックビューを選択しておいて、ビューアーメニューで G マスクのスケマティックビューに切り替えます。アドオプションをジオムからアクセスに変更して、アドをクリック。 マスクモジュールの中に新しいアクシスオブジェクトが追加されましたアクシスノードを親子付けしてあげます一番上のアクシスに適用したトランスフォームはその下の階層のアクシスとマスクにも影響を与えます新しいアクシスをダブルクリックしてスケールのパラメータを200%に設定します これで、4分の1から 1Ⅱ ディベイヤにアップスケールしたシーケンスと同じになります。仮に 1Ⅳ からフルディベイヤにアップスケールした場合は、スケール値を400%にしてあげるとぴったり合います。マスクがちょうどフレームに合った状態になったので、リターンでモジュラーキーヤーを抜けます。最後に、アクションのノードプリファレンスですね。レンダリングタブの解像度がまだ 1Ⅳ ディベイヤーのままです。 先にも話したようにアクションはシーケンスから独立した解像度なのでリフォーマットによって影響を受けることがありません。ですので幅は 1280×2 倍の2560縦は 675×2 倍の1350に設定します。新しい解像度の設定にしたらここでアプライをクリックすることを忘れないようにしましょう。 ではコネクトックスを抜けてシーケンスに戻りますコンポジットの結果がすべて正しい値でアップスケールされたのがお分かりいただけるかと思いますもう一度ポイントをおすらいしておきましょうノード自身で解像度をコントロールしているノードに関してはリフォーマットの影響を受けないので手動で調整する必要があります マスクに関しても解像度の変更に追従しないので別途手動での調整が必要です最後にフォーマットや解像度がミックスされている場合に特別なルールはありませんがシーケンスで使用しているメディアのメタデータはすべてリフォーマットの影響を受けますいずれにしても手動での調整は必要になってきますレッドメディアをアップスケーリングする際にどこに注意したらいいのかご理解いただけたのではないかと思います スモークランニングチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。